政府の世論調査で防災に関する情報を入手する際50歳未満の人の多くが SNS やインターネットを活用していることがわかりました内閣府が行った防災に関する世論調査で情報の入手方法を聞いたところ8割以上の人がテレビと答えましたついで多かった答えは60歳以上ではラジオ・新聞だったのに対して18歳から49歳では ホームページやアプリ、ツイッターやフェイスブックでインターネットや SNS の活用が増えています。また、災害が起こったときの対応については、自分の身は自分で守る、自助に重点を置くべきだと答えた人が、2013年の前回の調査に比べておよそ2倍に増えて、全体の4割になりました。